私がですね民主主義っていうのを非常にこう信頼しておりますのはですね若い頃選挙があるたびにですね今度の選挙はこうなるだろうと思っていた予想の大半が外れたっていうことですねしかし外れてみるとじっくり考えるとですね自分が選挙の前に考えたことよりか選挙結果で示されたことが真実に近いとまあ、いうふうにいつも思ったわけですね。で 長寿て山形番頭の大地どんなに頭を働かせて考えても多くの人が考える知恵には勝てないというそういう思想を学びましてなるほどなとつまりまあ人間にはいろんな独裁政治とか賢人政治とか封建、まあ、政治とかいろいろあったけどもやはりその一人の人が考える知恵よりか 多くの人がが考えるるる方はかに上であるというそのことを現実に制度にしたのが民主主義だということでそれを非常に信奉しているということでありまして現在でもメディアがですね、まあ、正確な情報を国民に示せば国民がベストな選択をしますのでその結果日本が反映するという、まあ、そういう基本的な考えが私の考えなわけですね。 で今度の選挙はまさしくまたそうなったという感じで、えー、繰り返し、えー、信頼感が非常にあるわけでありますが、えーまあ。結果は簡単に言えば、えー、自民党がですね、えー、まさかと思ったんですが、えー、解散前の、えー、勢力を保つと、284という自民党の今までの数はですね、非常に多い数で、 えー、まああのこれを保つということはまず無理だろうと安倍さんも3期目になってですね、まあ、みんなも自民党の一人勝ちに反感を買ってるわけですからと思ったら284いったとまあ今の時点であと3つ決まってませんのでもしかしたら285とかいうことも可能なのかもしれませんねでそれにまあ立憲民主党がまあ54という議席を取りですね野党第2党に 第一党に出たと、えー、今まではまあ公明党はまあ与党ですけども自民党以外とったらやっぱ公明党それからまあ民主党がありましたからねそれから共産党これが大きな党だったわけですが突如出てきた一見民主党がですね野党第1党になると、まあ、その煽りを受けて希望の党ですねそれから共産党、まあ、この辺がそれぞれマイナス8マイナス9。 それから無所属もかなり減ってマイナス22とこんなふうになりましてですねそれで、まあ、決着がついたわけで、えー、大きなことは自民党の単独過半数はもとよりですねいや単独過半数はいったんですかねちょっと、えー、そこははっきりしませんがあい,いきましたねそれから、えー、と3分の2も超えたと、まあ、いうことで、えー、非常にあの与党の政権が安定したということになります。 安倍さんも選挙の後の会見では、ですね笑顔を一つ見せずに、まあ、きちっとした会見をするということで、これも、まあ、3期目の首相って言いうか、3回目の大きな3回目ですね、まあ、正確に言うと4回目なんですけど、4回目の首相としてですね、まあ、落ち着いてきたなという感じがいたします。えー、ところでですね、ちょっと結果は非常に分かりやすいということはですね、 まずあの安倍さんがえっ、ー、と2012年2014年の選挙を踏まえて、えー、284という多数の自民党の力で憲法改正をする、まあ、具体的には憲法9条に第3項、えー、自衛隊が存在するんだとこれは合憲なんだということを書くということだけにして、えー、これで憲法改正をしようと思ったら朝日新聞が 家計問題と森友問題を持ち出してこれを潰しにかかったとその結果も選挙になったわけですがこの朝日新聞の、まあ、私はまあ筋違いと思うんですけどつまりその大きなことをやる前に朝日新聞としては正面から憲法改正を止めることはできないつまりもう65年も自衛隊があるにもかかわらず自衛隊が憲法違反であるという状態を続けることはできないそのことを 止めることができない正面からの議論では止めることができないので、絡めてから来たわけですね。家計問題の本質なは、文科省の方の、えー、余計な規制によるものであり、森友事件っていうのは、まあ、小さな詐欺事件のようなものでありますから、えー、全く国政に関係ないんだけど、それをあたかも国政に関係あるように仕立てた、しかも事件が起こったのから半年間、えー、事実を温めておいて、 それでタイミングを取って出すと。これは一時安倍政権の、えー、支持率がすごく下がったということで成功に見えましたけど、やっぱり第一ですね。国民はそんなことは分かってますよと。赤系問題で少し楽しんだけど、それは単なる楽しみに過ぎないんだと、まあ、いうことですね。第二はまあ小池さんの失敗でしょう。これは私はあのみんなは排斥後、こう、 考えの違う人は排斥しますという小池さんの発言が決め手だったっていうんですけどまあそれもそうですけど私はですね一番大きいのはやっぱり黒いネズミでしょうねえー、東京都知事になるときに盛んに黒いネズミ黒いネズミつって自民党をあのえっ、ー、と打撃を与えましたこれはヘイトスピーチみたいなもんなんですよつまり人間をネズミというふうに言うわけですからもうそれだけで本当はですね 猛烈にあのマスコミあ辺りに叩かれて叱るべき発言だったわけですね。これは人間がゾっとするものを持ち上げて嫌,あの嫌悪感を持たせるという嫌悪方式の反撃なんですね。これアメリカなんかでよく使われる方式で、まあ、日本のような品のいい国ではいけないんですけどこれをやった。これがやっぱりですねこれとやっぱり政策がない人政策がなくてイメージだけその黒いネズミがその象徴なんですけどね。 そ,それはもうダメですよと。だから、黒いネズミが、黒いネズミを使って小池さんは都知事成功したんだけど、その黒いネズミが自分に反撃してきたという、まあ、私はそういうふうに思ってます。それから枝野さんの立憲民主党が良かったのはですね、私は非常に辛い味方なんですが、これは民主党のマッチポンプだと思うんですね。みんな民主党にもうきれたわけですよ。つまり都合のいいことだけをやる。今度だって 民進党ですけども民主党の後の民進党ですが、えー、希望の党に入るといいと思ったら希望の党に入る、えー、党内には、えー、右翼の前野さんとかそういう人もいるしそれからもう左翼の日教層上がりの人もいるっていうような、まあ、党でですねもう筋道が通ってなかったんですよ、えー、枝野さん自身もお左と言いながら民衆の味方と言いながら えー、直ちに健康に影響はないといったことを言ってですねまあとにかく、うん、正解を泳げばいいということをずっとやってきただから国民の野党に対する幻滅はですね、まあ、野党もちゃんとしてくれよと思想を持ってくれよということだったんですが、えー、枝野さん自身が思想のない行動をしてきてそして今度思想のある筋の通った政党を作って成功したというわけですからまさに ご自分一人でマッチポンプをやって成功したというふうに私は今回、まあ、いずれにしてもですねえー、っと朝日新聞が仕掛けたり小池さんが黒いネズミを持ち込んだり民主党あの枝野さんがマッチポンプをしてもですねやっぱり国民はそれらはもう全部分かってて一応家計問題で遊んだけれどもあれは本筋じゃないということも知っている。 それから黒いネズミで、えー、小池さんのブームを作ったけども、まあ、これもたまに、えー、と女性の人の政治家しようじゃないかと思ったりもしてるだからおそらくみあの、えー、立憲民主党もですね、えー、枝野さんがマッチポンプをちゃんと整理をして自分がなぜ国民の側に立っていながら、えー、直ちに健康に影響がないというようなことを言ったのかと まあいうようなことをこれからもしっかり言っていかないとですね、私は第一というものを信用しまして、だけど一番大切なのは第一であるということがまたここで証明されたということはですね、やっぱりメディアは、えー、嘘をついて何かを仕掛けても、日本国民はもうおいそれと乗らないよということですね。今まで戦争も軍部が仕掛けたんじゃなくて、朝日新聞が仕掛けた。 環境問題なんかの架空のことも朝日新聞と NHK が仕掛けたそういった仕掛けがですねもうそろそろ国民には本当に通らなくなってきたと、まあ、いうことで、まあ、今度の選挙を通じてメディアがどういうふうに反応するかはまたこれ面白いんですけれどもおそらくはですねこれまでのように嘘をつけば、えー、国民をコントロールできるとそういうことは次第次第に後退していくと思います。